ゃん台湾に旅行来たじゃん。うんうん。どうでした？暑かった。時期がな。そう。6月やったし、ね。日本の暑さと全然違いすぎて。Wi-Fi。あん。コンビニの店員さん。そう。そう。メインに連絡取りたくて、でも Wi-Fi がなくて。そう。困って行ったコンビニの店員さんが携帯の何あれなんていうの、何あれ Bluetooth みたいなで開けれるじゃん、うん、フェンシャンフェンシャンやって知らんけどそれ、ね、それを分けてくれてメインに連絡を取ることができた。そうそうそう、だから超親切。その人がいなかったら家に帰れなかった。日本やったら割とそんなことさ、うん、してくれんのってさ、ももかな、うん、コンビニの店員でそうなんで絶対してくれへん、絶対してくれへん、っていうかなんかしたらあかんぽいよね、うん、なんか仕事中に、うんうんうん、優しい。そうちゃんがまだ、あ、そっかそっかそっか、抱っこひもやって、でそれのまんま電車乗ったら、うん、もうみんなすぐに立って、もう絶対なんやろ、そうなの、メンパンドしてた。そう、絶対に譲ってくれて、うんうん、でもそうちゃんがぐずるから立っとってんけど、もうみんな見守ってくれて、何、子供の抱っこしてるお母さんの前ではもう絶対座らへんみたいな感じで、うんうんうん、すごい優しくて、どの電車も、ね、そうね、もうそれは感じた、台湾に帰ったら、うん、日本やったらありえへんよ、ありえへん、むしろなんか邪魔やん、そう、妊婦さんでも譲ってくれへんし、うん、そんな子供連れてうろうろしてる方が悪いみたいな、そうそうそう、確かにそれは台湾すごい、すごい優しい人間なんやな、だから、うん、そう、人間もすごい優しいけど、うん、台湾っていう国自体はちょっと汚いかなみたいな。日本から見たらって感じやんな多分。え、うん、分からへん。ちょっといい人やからあんま言うな、うん、日本みたいに綺麗かったら最高なんだな。うん、最高。日本は綺麗けどな、人間がな、ちょっと冷たい、うん、一回旅行に行った人からのイメージ。あ、でもあの冬にもう一回行きたい。そうですね、そう、ちょっと涼しい時に行きたい。冬っていうか旧正月ぐらいがめっちゃいいよね。2月です。日本が寒い時、うんうん、3月あれ2月、ちょっと暑すぎてしんどかったから涼しい時にもう一回行きたい。2月この人裸んぼやったもん、外で。以上、台湾に旅行に行った日本人が思ったこと、思ったことでした。ありがとうございます。はい。よいしょ。